4時31分ですね。ちょっとね、ロッジの方行ってね、雪の状況を確認してきたら、熊沢田代の先の沢道なんですけど、ここいつも石鹸になっちゃうんですが、100メーターにわたってですね、雪が残ってるって話だったんですが、今10メーターぐらいに、減ったようなんで、なんとか行けるだろうというようなことで、ちょっとチャレンジすることにしました。これはこんな感じでですね、中にですね、こういうウレタンのクッションを窓枠の形にですね、こう切ってですね、ちょっとこう外れ気味ですけど、またこれね、あのハッチバックの裏のこの部分ですね、これ中から見るとこんな風になってるんですけど、これはもうあれながらうまくできたなと思うんですが、こんな感じで目張りを作ってます。で、まだね、夕方4時半なんで、眠気も当然ないし、明日、基本的にはもう3時には起きようと思ってるんで、今晩は8時か9時には寝たいと思います。これちなみにですね、今日15度ぐらいしかないんで蚊なんていないんですけど、一応ここは通気を兼ねてるんで、ちょっとメッシュのですね、生地をここに吸盤で貼ってます。これ全部100均で揃えたやつなんで、あとこのネオジム磁石ですね、結構ね、しっかりこう貼れます。あと助手席は内側からですね、吸盤で、で運転席はですね、これも100均のですね、お風呂の温度が下がらないようにするマットなんですけど、これをちょっと加工してます、切ったり貼ったりしてですね、こんな感じで極力お金をかけないようにして、車中泊の目張りを作りました。今晩はですね、結構狭く見えるんですけど、実際狭いですね。こういったやつを寝るとき、運転席助手席にですね、持ってかないと2人分寝れないんで、ただ持ってけばですね、かなり快適にこう2人分寝れるスペースになるんで、これいいんじゃないかなと思います。それではですね、あとちょっとしたら、ビールでも飲もうかなということですね。はいはい、どうも。これロゴスのですね、氷結クーラーって、非常にですね、効きが良くてですね、専用の保冷剤使うんですけど、マイナス16度というような触れ込みなんですけど、確かにね、これ昼頃買ったビールはですね、プレモルが入ってるんですけど、キンキンに冷えてますね。じゃあとりあえずですね、この3号缶を山小屋で買ってきたんで、これでウェルカム乾杯したいと思います。こんな感じで布団の上ですけど、はい、大丈夫、大丈夫、今倒しちゃったからさ、ちょっと心配だった、こっちは泡多め、これは泡多め。はい、じゃあ乾杯。乾杯。狭いね。はい、じゃあ時間はですね、5時5分かな。じゃあ、さっき軽くスーパードライで飲んだんですけど、俺の大好きなプレモルですね。プレモルのものは上高地以来かな。はい、お疲れ様です。あ、味が違う。
そうね、うん、じゃあやりましょう、うん、これがおつまみセレクション。いいね、三池でね、うん、あ、これ好きでよく買ってくるやつだね。そうだよ。このチーズがね、小ぶりで美味しいんだよね、うん、よし、じゃあプレモルね、宣伝しましたよ、サントリーさん、はいはいはい、じゃあ改めて乾杯。全然違う、うますぎるよね、これ全然味違うよね、もうほんと発泡酒飲めないよね、爽やかさがあるよね、うん、まあ、飲めない人も家帰ると発泡酒なんだけどさ発泡酒しか買ってないからね、うん、どれどれ、いただきます、うん、どうぞ、お願いします。うめえ、うん、いやうますぎる、せーの、まあ、それ以降ね、まあ、さっき上高地以来って言ったけど、それ以降飲んでないわけじゃないんだけど、こういうね、山登りをする前とかね、後に飲むとやっぱり等しく、まあ全然違いますよね。ここはね、尾瀬の三池だけど、これで十分って感じしますね。いえ、お、冷えてる。1分経過、お、泡が出てきた、2分かかってないですね。すごいね、さすがジェットボイル。それではですね、時間がですね、6時50分になったんで、そろそろ飯を食おうと思うんですけど、今日は、まあ、車中泊なんで、まあ、重さ気にせずに、まあ、佐藤のご飯ですよ。それと、これね、ちょっと、いただき物なんですけど、まあ、カレーのレトルトですね。で、これ夜はね、これでカレーライスと、あとね、サラダを食べようかなと思います。今日はまあそんなものを食べて、
もし足んなければ、まあ、これですねということです。この中に、これ全部入らないんで、ちょっと違うやつをですね、ジェットボイルの、まあ、鍋、これじゃなくてですね、ジェットボイルのごとくですね、これをこんな感じで開いてつけます。そうですね、でこれでね、まあ、いろんなもの、いろんな鍋とかですね、社外品ですね、社外品の鍋だとかが乗るようになります。これですね、これはですね、まあ、焚き火缶ですね、結構まあアルミ缶なんで焦げてるけど、これだったらね、まあ、レトルト全部一気に沸かせるんで、ちょっと入れましょうね。水はですね、民家の水道というか、株浜が汲んできた水ですね。よし、じゃあこれで火が、7時14分、もうすっかりね、暗くなっちゃいましたね。多分ね、この動画の映像よりも実際は若干暗いですね。ビリー缶でですね、レトルトのカレーと砂糖のご飯、煮ました。はい、じゃあレッドボイル止めます。おお、ほかほか、すごい。じゃあ一応ですね、はい、このお湯はですね、また明日ちょっと使うんで取っときます。おぉ、いいね。おぉ、いいね。うまそうだ。大丈夫？うん、大丈夫。じゃあ、ご飯、あったかい？あったかいよ。うん、ああ、でも微妙だな。あったかいところとあったかくないところがある。あ、硬い。これ硬いよ。もうちょっとやろう。それもうちょっとやろう。あ、こっちあるだろう。うん。これは。カレーかけちゃえば大丈夫じゃない？そうだな。これ私食べるから。うん。こっちは。あ、でも、ガチガチだよ。ガチガチ。いいよ、いいよ。うん？まあ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 、一応食える、うん、食えなくはない。音がこっちね、はい、緑のね、レストラン用。
レーは温まってます、はい、インドっぽいかもね、うん、インド行ったことないけど、うん、はいはい、できました。じゃあ、カレーとサラダどう？硬い？硬いよね。硬いよね。硬い。うん、高い山には向かないのかもね。どうする？あれカップヌードル食う？うん、いい。これ食べる。いただきます。どうです？あ、大丈夫だ。大丈夫？うん。大丈夫。あ、うめ。うん。あのね、このさ、このレトルトのカレーと合うよ、うん、めちゃくちゃうめえ、うん、あとこれセブンイレブンじゃないや、これイオンのサラダ、うん、そう、イオンのチョレギサラダにツナ缶乗っけてみた。ツナ缶乗っけてみました。うん、うん、うまくないわけがない。おはようございます。3時半ですね。昨日はね、すっごい雨だった。今日もね、ちょっとこれは天気悪いようであればちょっと朝様子を見てですね、まあ、引き返すしかないんですが、いやーすごい雨だった。まあ多分登山道ガチャガチャでしょうね。はい、じゃあまずお湯を、お湯沸かで、よいしょ、あんた乗っちゃっていいよ、そっちから。梅雨だく、うん、これはなめこですね。香り、そしておいしい。牛丼買うままは
麻婆丼。麻婆丼です。おいしい。山椒が効いてるな。うん、今日はね、ちょっとあの天気予報以上に現地は天気が良くない、そうでして、インフォメーションにですね、聞いたところ ABC で言えば C ランクだっていうことなんで、まあなるべく、まあ、今日じゃない方がいいんじゃないのと、まあ、いうようなところもありましてですね、今日はちょっと帰りたいと思います。これはですね、カウママ号の脇にずーんとある、まあ、残雪っていうかな、これも残雪なんだけど、まだね、こういうのが残ってる分には別に全然構わないんですけど、風とかですね、まあ、雨とかになると、まあ、楽しい山登りもできないんで、まあ、別に今日じゃなくてもいいんで、まあ、また次回三池に来たいと思います。今回は、まあ、車中泊を遊びに来たと、まあ、いうような感じで、まあ、終わりたいなと思います。ではでは。